お互いがお互いを知り尽くしています。小細工無用の真っ向勝負、府中戦8毎日王冠スタート。グラスワンダー、いやいや出がよくありません。的場騎手、しかしそこは尻抜いています。すっと落ち着いて前に持ち出す。後方に下がったのはサンライズフラッグ。乾いた西日を浴びて秋の府中のターフ開幕週、そうです、サイレンス鈴鹿、当然行く。問題はペース。そして2番手エルコンドルパサー、田津はがっしり持ったまんま海老名正義とのコンビ。外目黄色い帽子はランニングゲール、ビッグサンデーもついている。2番手は3頭有力馬をマークの形か。その後ろテイエモー嵐が真ん中からじわじわややかかり気味か。その外にいるグラスワンダー早くも盛り返している。的場人志との信頼の絆。そしてプレストシンボリが後方、その後ろが2頭置いて8番のワイルドバッハ、後方1頭離れましてサンライズフラッグという格好です。問題はペースですが、3コーナーのカーブ、ここまでの 800m をサイレンス鈴鹿それほどちぎってはいない。45秒の後半から46秒というペース、5馬身ぐらいのリードで武豊とサイレンス鈴鹿の逃げ。2番手はランニングゲイルだ、そしてビッグサンデーだ、エルコンドルパサー。しかしその外からはグラスワンダーが早めに出てきた。大木明の向こう側、さあどうだどうだどうだ、サイレンス鈴鹿に詰め寄ってきたのは外グリーン。